おはだこは、あそばね、メリエです。それでは、ポケモンやっていきましょう。にゃんにゃんは、マジで可愛いなぁ。にゃろうて。でも今回ね、ちょっとね、にゃろうてがね、もしかしたら進化するかもしれないので、ちょっとそこもね、あと1レペだと思うんだよね、進化までが。ちょっとそこもね、注目しながらやっていきたいと思います。ということで、まあ、前回ね、なんじゃもちゃんを倒したので、今回は上に向かっていきたいと思いますと。まあ、できればこう言って、主行けたらいいなーって思ってるけど、まあちょっとね、今回はね、冒険、探検編になるかなと思います。ということで早速、ここを目指して進んでいきましょう。まあ、多分ね、新ポケとかもたくさん出てくるから、まあ、多分、結構ね、冒険編にね、なるんじゃないかなって。うわ、なんか早速。なんかすごいたくさんいるね。ん？なになに？急に何ですか？よう。この鉱山のどっかに先行の主がいるらしい。噂じゃあその体は半端ねえデカスで超ロング。そんなのすぐ見つかりそうなのに、どこにどうやって隠れてんだ？おー、なるほどね。追いかけるのかな。いや、ペパーさんのさ、優しさがもう、天井、超えてるんだよね。ペパーさんの優しさが限界突破してんだよね。もう、上行けないね。諦めるか。ちょっと、じゃあこっち行くか。まあ基本的にこの道順を、待って、知らんやぞ俺な、早速この草むらがなくなったあたりからちょっと変わったね。ちょっとね、こっちもね気になるんだけど、まあいいか、とりあえず道順に進むか。今日は絶対ね、ニャンハがね多分進化するんだよね。東さん、何これ、どういう状態これ。ほい、どういう状態これマジで。うん、あの草、あ、これ草なんだ。あ、じゃああれか、なんかあの唐草みたいな。唐草、ゴースト。あ、まあ確かにゴーストか、見た目。じゃあ種まきなら打っとこうかな。草ゴーストかな。あ、倒しちゃったわいや、草ゴースト結構多いね。バケッチャとか。ボクレーとかね。あ、ここ行けんじゃん。ちょっと待って。まずあの草捕まえてから、あの草捕まえてこの人と戦ってからちょっと、行きたいんだけど、あの草いなく、あ、いた。ほい。あの、あれだよね。なんか、西部劇の時とかにさ、コロコロコロって転がる、あの感じかな。これ倒しちゃうよね。ちょっと変えるか。半沢ひな来た。あの草ちょっと気になるな。結構可愛いかも。再起光線。ああ、結構打たれ弱いのかな。倒しちゃうな。まず戦うか。うん。で、ほっほっほ、喧嘩を打ってあげよう。明宏、で、りりしいね。あ、パヒュートン来た。やっぱパヒュートンすごいピンクだな。じゃあ、種爆弾。今気づいたけど、あれなんだね。あの、経験値が出ないんだね、下に。ケタグリ。ほら、オッケー。なに？あ、特性変わるんだ。へぇ。取れない匂い。へぇ、知らんこと。あ、レベルアップ。パヒュートめっちゃ持っとるやん。にゃにゃは。ああ、オス？あ、メス、こっちがメス？黒い方がオスか。ほら、オッケー。
アヒルトンバイバイ。お、おお、おこペンキ空を飛ぶ？おこペンキ、あー空を飛ぶ。どうしようかな。でもツバメ返しがな、使いやすいよな。マネっこちょっと覚えときたいしな。これでいい、空飛ぶちょっと一回いいかな。うん。よし。お、ガーディード。ガーディー。ガーちゃん。ガーちゃん。ガーちゃんちょっと。めっちゃ特攻してくるやん。え、ガーディーかわいいね。なんか 3D のガーディーマジでかわいい。おぉ、こいつは、なんだっけ名前。え、なんだっけ、忘れちゃったな。あ、砂蛇か。ほら、久しぶり砂蛇。そうだ、砂吐きだこいつ。ブンマース。あ、なんかブンマース、サダイジャのイメージある。確かに。ほい。いて。わあ、や、ダメだった。おお、砂蛇逃げた。まあ、ちょっと上行きたいんだけど、あ、タンドンかな、あれ。雨なんかめっちゃ気になるけど、ちょっと一回こっち行ってみたいな。こうやって寄り道をどんどんしてしまうのであった。ほら、え、大量発生のノコッチ、メイクロー。ノコッチさ、これ色違い出やすいとかある？あー、ノコッチだ、かわいいんですけど。一見にゃんはにゃんは、これ進化するんじゃない、このノコッチ祭りで。これさ、結構さ離れちゃうと残っち、いなくなっちゃ、お、潜ってた。こいつでかいな、こいつ。こいつでかくね？え、こんなもん、え、でかいよな、こいつ。バイバイ。でかいよな、とか言いつつ、倒すっていうね。残っち祭り。これなんかもうちょっと、離れてもね、やってくれたら、いいんだけど、そうでもないんだよね。残っち結構いなくなっちゃうな。なんか、敷地かもめっちゃ大量発生してるし。いいね、いいね。おぉ、ぶつかっちまったで。え、これにゃにゃ、あ、もうここで進化するかもな。ノコッチで進化するかもな、これ。いけいけ、どんどんいけ。あー、でもこうやって見たらさ、結構大きさわかるね。なんかちっちゃめ。こいつちょっとちっちゃめ？普通かな。なんか明らかに大きいやついるもんね、たまにね。あ、でも残っち、あれだな。色違いでても逃げちゃうから難しいね。ね、逃げるもんな。もう色違いが欲しくてたまらないのがもう滲み出てるわ。体中から。え、ノコチ可愛いな、マジで。え、なんかもともと好きだったけど、なんか 3D めっちゃ可愛いな、ノコチ。あ、確かになんか原子の力と頭突きのイメージあるな。あと、ヘビニラミとかね。にゃ、ニャロホテマジで可愛いな。あ、てか、ニャニャンハ進化しなかったね。え、ニャニャンハいつ進化？マジで。え、28？ え、だいたいさ、最初に選ぶ3匹って、なんかあれじゃない。お、寝てる。最初に選ぶ3匹って32、34、36とかじゃない？
そうでもない？記憶違いかな。ヒノコーチめっちゃいるマジで。めっちゃいるけどすごい勢い逃げていく。わあ、なんか永遠に見てられるわこれ。え、結構ニャローってマジでなんか好きなポケモンランキングめちゃくちゃ上位に食い込んでるな今。お、闇カラスどんどん進化じゃないわ、レベルアップしていくな。いけいけ。え、マジでノコッチ道場で進化しそう。めっちゃ果てまで追いかけていく怖いよなちょっと。そんな追いかけるってぐらい追いかけるもんな。なんかもうちょっと満足したわ、ノコッチ道場すげえよな。ノコッチってこんないるもんなの。なんかあんまり出会えないみたいなイメージあるけどね。いや、色違いなんかいそうでやっぱいないな。やっぱそう簡単には出てこないんだね。あ、進化した。これあるんじゃない？待って、これさ、レッツゴーだから進化してないもしかして。そういうわけじゃないよね。進化意外と遠いんだね。ちょっと、ノコッチ道場もういいや。さすがに。ああ、まあ、ずっとさ、やれちゃうけど。お、ロッキーいる。ラッキーって捕まえたっけ？捕まえてないよね、多分ね。ラッキー行くか。はい。うわー、ラッキーだー。どうしよう、なんか倒しちゃいそうなんだよね。電光石火。ふい。うわー、いいよ、いいよ、にゃにゃん、いいよ。お、いいね。これも捕まえるチャンスじゃん。なんか最近モンスターボールでなんかあんま捕まえられなくなってきてるけど。あ、でもジムバッジゲットしたから、いけるか。おー、ナイス。やっぱ、捕まえやすさ変わるね、ジムバッジで。大事だな、ジムバッジ。卵ポケモン。持っている卵を割らないように気をつけて歩く。でも逃げ足はとても速い。どうやって卵を落とさないように走ってんのかな。どうしよう。ラキータ。ラキータボックス。うわ、めっちゃ可愛かった。てか卵取り出してたね。なんかだんだん。いや、もともとでも、あれなんだよね。結構名前つけるとき、ほら、ダメだ。やっぱぶつかっても何も起きない。結構ね、安直？うわ、出た、怖っ。結構安直なね、ネーミングつけがちだからね。あ、なんか帰ってきたな。タンドン。タンドンちゃん。タンドンちゃんは捕まえてないから、電光石火。はい。お、買って。やっぱ硬いな、タンドンって。ん？なんか、鳴き声する。カイデンかな？ああ、トモガエリは倒しちゃうんだね。いやー、なかなか、あれだな、レベルが上がりすぎて。うわー、ちょっと待って、ケンタロスがやばい。これちょっと、半沢ひなで捕まえた方がいいかもね。パモもめちゃくちゃいるし。なんかおもろいね。ここら辺のポケモンなんかおもろいね。怖いね、君。さあ。こっちなんだろうね。あ、なんかあるの。ギゾチウム。待って、なんかある？なんもない。あ、青ガラスとかいたんだ。なんか、前。あ、こいつ。あの草。前、展望台
行った時ポケモン何も出てこなかったんだよな。じゃあチャームサイケ光線倒しちゃったから、お急所でこれか。え、あの草結構好きかもな。わかんないけどね、進化したらどうなるか。え、結構今のところ結構好き。わ、なんか目がグワーってなる。あのなんかマリオにできそうとりあえずあのなんだっけ、コジオも明らかにキノコだし、なんかこいつはなんかマリオのあのなんか火の玉とかああいう系のなんかキャラで出てきそう。似てる。コアガリクサ、コロガリクサポケモン。あ、やっぱそうな、カラクサみたいなやつ。風に吹かれて荒野を転がり、行き先は自分でもわからない。体が濡れるのが大嫌い。あー、草タイプだけど水が苦手なんだ。どうしよう。あの草。あの草、あのね、そう、あのね、あのね、そうね、あのね、そうね。あのね、そうねにしよう。あのね、そうね、ボックス。一回ボックス。ちょっと気になるわ、こいつ。どんな見た目になるのかな。今なんか、あ、回復しとこう。なんか交代できそうな。まあ、モコミニーブがね、ちょっとどういう進化するか気になるんだよね。まあ、そこちょっと見届けたいよね。見届けたい。道具、なんかあれじゃないもしかして。石で進化とかする。あ、しないね。ちょっとあの草入れるか、手持ち。ウドクパル。まあ、うちのチームちょっとね、なんかもう、真のエースがウドクパルと言っても過言ではないんだけど。あ、混ざってインターネット繋いじゃった。ちょっと危ねえ。危なくはないけど。ボックス。どうしよっかな。ちょ、あのねそうね入れたい。ウドクパルね、マジで今、真のエースなんだけど、うちの。一応、なんか、持たせといて、あー、身軽だわとかもちょっと入れたいけどね。まあ、いいんじゃないですか。ちょっとあのね、そうね、ちょっとね、気になるわ。あのね、そうね。回復。よし。うわ、めっちゃ、ダグトリオいるね。ダグトリオも捕まえたいけどね。なんかいつものメンツだよね、これ。そうだよね。コジオもいるね。なんかさ、マジでさ、いろんなポケモン気になっちゃうね、これは。カラクサ結構、あの草結構いる。なになに？なんか鳴き声するよ。あ、ディグダか。おー、ディグダ？ダメだなぁ。マジで進まないんだよなぁ。よくないんだよなぁ、マジで。マジで進まなくなるんだよね。おぉ、プネ！タンドン。タンドンと、あいつが、トロッゴンがいる。捕まえるか。サイケ光線。ミミ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 ミ。おぉ、いいね。もうロックカットっておしゃれだよね。なんか、なんかオシャレポイント結構高いよな。オッケー。タヌゲチュ？あ、でもモンスターボールでもマジで捕まえられるようになってきた。古くなり、剥がれ落ちた体の表面は石炭の代わりに燃料として使われてきた。石炭ポケモン。なんかあれなのかな、石炭よりもすごいのかな、なんか。燃料が、効率じゃないけど。タンドン。名前どうしよっかな。タンドンドンかな。よーし。いいよ。トロッコも結構いるなぁ。あ、ゾードじゃないあいつ。ゾードオールで。ゾードか。ゾードも結構。鋼タイプだもんね。あ、やばいかも、ハンザワヒナ。あ、意外と大丈夫だった。
まずい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 。早めに捕まえと半沢ひながやばいことになる。頼むよ頼む来い。オッケー、ゾードゲッチュ。5、銅像ポケモン。5トンの荷物を持ち上げられる。朝になると群れで洞窟へと向かい餌の鉱石を探す。あ、鉱石食べるんだこいつ。さっきタンドンドンだったからじゃあゾウドウドウかな。大丈夫かな、なんか最近ちょっと安直さがすごいな、名前の。え、なんかいる。あ、ニャース、これ。ニャースか、ニャース、ニャース、ニャースか、これ。待って、ロックオンできないんだけど。ニャースだな。あれ、なんかロックオンできないんだけど。投げてみよう。ちっちゃいな、このニャース。ちっちゃ、ニャースってこんなちっちゃいんだっけ。え、ちっちゃいよね。うわー、やっば。ちょっと待って、ちょっと捕まえたいなこいつ。猫対決じゃ。お、グリディゴル来た。オッケー、よーし。え、ニャースいるんだね、ここ。マジで進まないんで、ちょっと行こうか。あー、そう、ハンサーヒナやられたんだったわ。よし。いやー、ダメだな、マジで気になるな。ちょっとポケモンたちが気になりすぎて全然進まない。今どこ？ここでしょ。全然立ってないんだよな。まあでも、目的ここだけど、一回こう行きたいんだよね。回っていきたいから。いいか。このまま進もうか。なんか人いるね。ゾード結構いるね。あ、なんかここ落ちそうなんだけど。うわ、ブーネ落ちたらマジでこれ大変すぎるよ。帰ってくるの。ハリテヤマさんだ。ハリテヤマさん前さ、あ、ゾード寝てたね。ハリテヤマさん前捕まえようとしてあれだったんだよ。あー、ごめん、なんか怖い。結構でかいな、やっぱ。捕まえようとしてね、あれだったよね。なんか吹き飛ばし、吹き飛ばしを確か食らったんだよな。あ、ビリリ玉じゃん。ここ地味に行けないんですけど。あ、これクレイいるけど、これいけるの、これ。え、いけるのこれ。あ、こういうこと、別に外からってこと。あの草さんはちょっとね。ああ、なんかすげえ滑ってた今。あの草さんゴーストだもんね。ちょっとあんま良くないよね、ハンサーヒナは。ビリリ玉捕まえたいな。いや、ビリリ玉やっぱいかつ、顔いかついな。かわいいね、なんか動きがかわいいね。いけるかなこれ。倒したかな。うえ、一回転すんのちょっとかっこいいじゃん。あ、いい、ナイスすぎる。なんかめっちゃカメラ目線なんだけど、ビリル玉。いける？オッケー。いいね、いいね。いいよ。ロコイニーブ進化しない、するんじゃないそろそろ。発電所などに現れる。モンスターボールと間違えて触って痺れる人が多い。ねえ、名前どうしよう。だボールに擬態してるんだから。うん、ポールかな。オッケー。ボールに似た名前。パッと見ボールに見える名前。あ、来たわ。あ、やっぱ来た。モコミニーブ。どうなるんだろう、モコミニーブ。見てないよね。出てないもんね。おお。
リーバー、オリーバー、なんかすごい成長した。なんかなんだっけ、ミニーブの時から考えるともう考えられないぐらい成長した。芳醇で香り高いオイルを岩石をも砕く勢いで発し、岩石をも砕く勢いで匂い、オイルを飛ばすのか、匂いじゃなくて、これ匂いの前にオイルに貫かれてやられちゃうやつ。オリーバー、うわ、なんかすごいかっこいい感じになったな。ちょっと出してみるか。オリーバーでかいな、なんか羽みたいだね。じゃあ、唐草飛んでいっちゃうんじゃないこれ。こいつ。あ、ビリリダン爆発するって、ちょっと待って。爆発した。なんで雨降ってるから。可愛いんだよね、空手をね、目がね。目がいっちゃってんだよね。ハリテヤマ来た。なんかモコミニブすごいね、なんか。うわ、この格好、オリーブの輪っかみたいになるんだ。なんで爆弾。うわ、なんか優雅。すごい優雅。ああ、やっぱ飛ばされた。なんか、一回着地するんだね。一回着地するんだね、吹き飛ばし。お、ああ、聞いた、ピンクロー。ピンクローはちょっと、そろそろね、勝ち星をあげよう。翼で打つ。にゃ、オッケー。いいね。いや、闇の石ください、マジで。闇の石ちょうだい。非常に厳しい。何、丸、うん、ビリ玉、あれ、雨降ってるから爆発したの、それとも近づいたから。気になるな、こいつ爆発するのかな。おお、近づいたら爆発する。いや、なんかシュールなんですけど、マジで。ああ、なんかオリーバー、なんかさ、まあ、なんかあれなんだけど、ゾウとめっちゃ近づいてくんだけど、オリーバーの、オリーブのね、輪っかみたいなさ、感じなんだけど、結構翼みたいだね。ああ、ゴースとか出てくるんだね。うわ、あの草ちょっとめっちゃ転がってくるね。オリーバーちょっと結構好きかもな。なんか面白いなこいつ。ちょっとこっち行くか。ここなんだろうね。ビリリ玉ちょっと怖いな、やっぱ。ハリテヤマ結構いるなここ。ちょっと行ってみよう。行け、オリーバー。なんかね、面白いオリーバー見てて。手の動きが結構、なんか、面白いよね。なんか羽みたいだよね、本当にね。でもなんかオイル発射するんでしょ？結構怖いよな。だって岩石を砕く勢いでさ、オリーブ発射するって結構やばいよね。ハリテヤマ捕まえたいんだけどね。まあ、そのうちかな。オリーバー結構やってるな、なんか。落ちそう、ここ。ここなんかいける？もしかして、なんか。ある？いや、なさそうだな。やめとこう。あ、そういえばこの人捕まえてないわ。スナビ。砂蛇の蛇感すげえ。ジタバタ。おー、蛇にらみ。じゃあ、モコミーブじゃな、モコミーブ？オリーバー？オリーバーって特性何？攻撃を受けるとグラスフィールド。いいじゃん。なんか草タイプ統一とかするとき結構いいね。いい特性持ってんな。じゃあ、出そうで行こう。いや、マジ結構好きだな、あの草。あ、テクニカル？ただれ目。
いや、麻痺に弱いんだよね。なんかすげえ麻痺の確率高いんだよな。運がな、ほらこの前もやばかったんだよな。あと1回ぐらいかな。いいよ。まあ、オッケー。いや、あの草って何ライブで進化かな。砂蛇ポケモン。大きな鼻の穴は砂を噴射することに特化したため、匂いを嗅ぎ分けることは苦手。そうなんだ。砂のナーク。なんか可愛くなかった今。オッケー。わ、これさ、上から降ってくるってことかな。登れないもんね。どうしよっかな。ちょっとモコミニブ一回預けるかな。で、ちょっと持ち物を一回預けて。オリーバ結構面白いな。間違った、また。よし。オリーバ一回預けて。いや、ちょっとそろそろちょっとバチウニとかも入れたい気もするけどな。どうしよっかな。ちょっとノコッチ入れようかな。ノココリッチ。ちょっといろんなポケモン連れていこう。この子は何？風乗り。追い風が吹いたり、風技を受けるとダメージを受けずに攻撃が上がる。風技って何？風起こしとか？ああいう系？エアスラッシュとかもかな？なるほどね。あ、結構素早さ早いのに、この子素早さ低いのか。なんかそういう性格の子ばっかりなんか、あれだな。なんか、なんだろう、得意分野を、なんか、活かしきれてない性格の子が結構来るなぁ。いいけどね。ちょっとなんか、ちょっとね。こんな感じでいこう。よーし。